水蓮目のヨーロッパ白水蓮キブ皮脂植物は、皮脂植物から新生、草子葉類、炭子葉類を除いた側系統群である。原始的皮脂植物とも呼ばれる。ニューカレドニアの産地に生育する、常緑低木でただ一種の実からなる、アムボレラ木水蓮属などの水生植物からなる、水蓮目四季味族をはじめ強い香りを放つ、キモト類からなるアウストロバイレア目の三つの目から、構成される。 キブヒシ植物は、数十万種といわれる、新生草子葉類、単子葉類、木蓮類らに対し、わずか数百種のみ厳生する。キブヒシ植物は、メイアンジュアスペルミより先に、共通祖先となる、ヒシ植物から分岐している。キブヒシ植物は、アニタ、または、ANA。アニタとは、アムボレラメスイレンメシキミメトリメニアカ、アウストロバイレアカの学名の頭文字に由来する。 近年は、アムボレラ目、スイレン目、アウストロバイレア目の3つの目に由来する ANA の略称が研究者間に浸透している。これは、皮脂植物の遺伝子レベルでの解明が進んで、従来の色味目は廃止されて、松サ坂に属するキミ族となり、トリメニア化と伴いに、キミ族はアウストロバイレア目に属することになり、キブヒシ植物は3つの目によって構成されることによる。 アウストロバイレア目の仕組みアムボレラ目、スイレン目、アウストロバイレア目の間の系統関係には数節がある。アムボレラ目とスイレン目がアウストロバイレア目よりも基部で分岐し、これら3つの目がその他の必植物よりも基部で分岐することは多くの研究で指示されるが、分子系統学からはアムボレラ目とスイレン目の系統関係について2つの異なる系統樹が提示されている。 一方の説では、アムボレラ目は他の被植物の側系統群として分岐し、続いて水蓮目が分岐したとし、もう一方の説では、アムボレラ目と水蓮目の共通祖先が他の被植物と分岐してから両目が分岐したとする。2014年には多くの確かな証拠によりアムボレラ目に加えて水蓮目も一緒に他の被植物の系統から早期に分岐していたとする。 説を公表した。アムボレラ、原始的創始用類は、植物学者たちによって、非公式に使われた名称であり、単史用植物、新生創始用類以外の非植物のことを指していた。原始的創始用類は、1980年のタハタハジャン体系と1981年のクロンキスト体系では、木蓮類から金宝ゲメと消し目を除いたものとされる。 原始的創始用類の一部は、単子用植物の一見共有原始形質と解釈できる余地のある特徴を持つ。原始的創始用類は単系統群のグループではなく、用語としても広く使われることはなかった。エペ G2 では、原始的創始用類と呼ばれるグループを認めたが、初期に分岐したとされる、創始用類のいくつかのメトトガが入ることになった。それらは、アムボレラか、 ハゴロもモかを含む、水いれアウストロバイレアメ、マツゴメ、センリョウ木蓮類であった。その後の研究では、ヒダテラカを原始的総子用類に追加している。新生草子用類でも単子用植物でもない、皮脂植物を指していた言葉としては、パレオハーブがある。ありがとうございます。